イーグルでちょっと測ってみたいと思います。はい、めっちゃ凝る。 151.4 ヤードの高低差入れて 144.2 ヤードです。大手国内メーカーの距離計で150ヤード、ほぼほぼ差はないですね。防水機能がついてるので雨が降っても大丈夫。15,800 円でこれだけの性能、ほんと早いね。ほんと早かったよね。ピンに合うまで。ピンイーグル、ぜひチェックしてみてください。こんにちは、マリンです。本日は友達のカオルコと一緒に千葉県にあるキャメルゴルフリゾートさんにお邪魔しています。よろしくお願いします。カオルコです。カオルコです。お願いします。初めましてですね。初めましてですよね、はい、マリちゃんお友達でどのくらいから友達なんですか？カオルコとは高校が一緒で、高校からずっと仲良しです。あ、なるほどですね、はい。今日はマリンちゃんが友達とお泊まりゴルフ行ってみたいって言ってたじゃないですか。はい、言ってました。そうなのでちょっと用意しました。いや、嬉しい、ありがとうございます。嬉しい、はい。今日はゴルフをしてもらった後に、はい、グランピング体験をしてもらいたいなと思ってます。大好き、大好きなんです。めっちゃ楽しみ。嬉しいです。あ、グランピングカオルコちゃんはある？あります。おー、マリンちゃんは？私初めてなんですよ。あ、本当ですか。すごい今日楽しみにしてきました。そう、ちなみにグランピングは後ろにあるんですけど、あんな感じのです。おー、すごい。本当に楽しみ。めちゃめちゃ綺麗だね。うん、私も綺麗、絶対。確かに、うん。では早速行きましょう。はい、ちょっとゴルフコース人生で 2,3 回目なのですごい緊張するけど、頑張ります、うん、頑張ろう。ゴーです。ではですね、はい、スタートする前に今日なんですけど、カオルコちゃんがちょっとスコアだと緊張しちゃうと思うんで、スコアはスコアで取るんですけど、2人でやっていただくゲームを、はいはい、用意しました、はい。でこれは説明すると、25個項目があって、例えばボギーとかだとどっちかがボギーを取ったらチェックしていく、はい、いろいろ書いてあるん でそれを、たくさんマスを埋めていってほしいんですね。全部クリアすると100ポイントなんだけど、80ポイントいかなかったらなんと、なんと何、怖い怖い。終わった後に、ゴルフ場さんの手伝いをちょっとしてもらおうかなと思って、はい、はい。なんか意外にあれですね、なんか 前向きえってなるかと思ったけど、なんか逆になんか何の手伝いですか？それはね、ちょっとね、後々教えますよ。どうしよう、なんかもうゴルフ場30周みたいに。いや、手伝いだからそれはない、それはない。うん、そうそうそう。結構なかなかできない体験なんで、逆にやった方が良かったかもしれないとかってあるかもしれないんだけど、とりあえず目標があった方がいいかなと思って、はい、はい、20マスですね。20マス、はい、うん、目標に頑張ってください。わかりました。頑張ります。はい、サポートお願いします。お願いします。はい、ではこちら、10番ホール340ヤードパー4です。ではドライバーで打っていきます。よし、ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。でしょ。ありがとうございます。よし、いい感じ。オッケーオッケー。あっちですよ、あの黄色い旗だよね、黄色い旗見てる。そう、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。オッケーオッケーオッケー。ありがとうございます。ティー忘れてる。よいしょ。めちゃ手前。でも綺麗なコースじゃない？うん、ね、めっちゃ綺麗だね。楽しい。行こう。7番アイアンで打ちます。ナイス。ありがとうございます。あ、よかった、バンカー行ってない。もうめちゃめちゃうん、うまい。ありがとうございます。
でもさ、コース 3,4 回でさ、今ぐらいだったらうまいと思いますよ。いや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 本当に高校生ぐらいの時から回ってなくて、最後回ったんだよ、普通に。あ、感覚が空いてるのか。でも、でもそれだったらなおさらうまいと。ミニゴルフしかしたことないんで、日本で回るの初めて。なるほど。はい、137ヤードです。で、ちょっと風とかバンカーとかが怖いので大きめで7番ユーティリティで打ちます。あ、お、お、乗った。さすがに大きかったかもしれない、うん、でもまあ、でも狙い通りじゃない。バンカーは確実に超えるっていうね。バンカー怖かったのとちょっと触れないかなと思ったから結果オーライです。さすがです。行きましょう、行きましょう、レッツゴー。私は9番で確実にバンカーに入らないようにあの辺を狙えたらいいかな。うん、うまい。バンカーにはいない。そこに止まって。お。ありがとうございます。OK です。悔しい。はい、あ、ナイスタッチ、 OK です。はい、なんかつくのあるんじゃない。そうなんです、さっき私がボギーだったので早速この角っこが、きました。いい感じですね。次何狙おうかな。次このパーとか狙えたらいいなって思います。うん、分かった。あ、待って、私キャップバイザー着用してるから。あ、そうだね、そう、どっちかしてれば大丈夫。はい、これも丸します。イエーイ。いいじゃん。もう2つ、もう2つだよ。順調、やりましょう。これからよし、頑張ろう、頑張ろう。11番ホール310ヤードパー4です。うわ、危ない、危なかった。でも大丈夫です。乾いたのは、はい、ピンをお貸しください。さっき飛ばしちゃった。ありがとうございます。私もよろしくお願いします。じゃあもう一回、もう一回言ってくれるの。え、何それ、最初に言えばよかったの。うん、最初だけでいいよ。恥ずかしい。大丈夫、大丈夫。オッケーオッケー。なんならさっきより飛んでるよ。2打目が170ヤードくらいあったので5番ウッドでちょっと不安ですけど打ってみます。どうだろう、ちょっと見えなかったけどお楽しみということで行ってみたいと思います。よいしょ、耐えろ耐えろ。あー、よかった。怖い怖い怖い、立った。怖い怖い怖い。28ヤードです。お、超えた超えた。オッケーオッケー、ナイスアウトです。OK です。ありがとうございます。ほとんどこれってあれじゃん、4回やる前に。うん、やった、すごい。
クラブちょっとちょんちょんってついてください。それはちょっとダメ。はい、ちょっとやったやった。あとね、さっきのコースが、うん、変わるとさ、これ達成してるじゃん、ダブルパイ以上。そうです ね、 そうね、8だったね。あと私ね、バンカー入れちゃったのさっき。あ、そうだそうだ、ね、じゃあバンカーがあるから、バンカーなのにクリアできちゃうってそう、まあね、もう入れない、うんうん、もう入れないけど、そうだ、うん、これぐらいかな。あとよし、今からパー3なので1を目指して頑張ろう。 OK です。よし、頑張ろう。頑張ります。はい、では12番ホール、85ヤードパー3です。今日初めてのショートですね。スイングで打っていきます。おお、持った、すごい。お、これはワンオンチャンスじゃない？いけるかな。あった、あった。7でいいよね。7、今ね、これ90ヤードです。大丈夫？でも私多分乗らないから、うん、どこを目指す？右側も目指す。じゃあ右狙うのも作戦のうちだよ、ね、うん、右のあっちの方行って、うん、戻れるように。そうだね。7番大きくない？大丈夫？え？7番大きくない？大丈夫。大丈夫。OK。うん。こういう時に限って当たるよね。内緒取らないから7にしたのに9にすればよかった。見てください、ワンオンでした。嬉しい。惜しいね。パター寄るね、今日ね。今日ちょっとパター、それ OK ですよ。ありがとうございます。ちょっと強めで、うん、そうだね、とりあえずまっすぐ行けるように。そう、右ちょっと狙うといいかなという。 OK、 いいんじゃない。あー、すごい、すごい。え、あー、止まれ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 。私がさっきパーだったので、これでしょ。赤アウトがワンパット、ワンパット、ワンパットじゃなかったの、ツーパットだった。そう、ワンパットはグリーン乗ってから一発でじゃない。あ、そっかそっか。フォーパットまだしてないんだよね。意外ね。うん、してないと思う。で、ダボ、ダボ、ダブル、私が、うん、さっきダボ、ダボ、ダボでしたね。やった、すごい、めっちゃ埋まってきてる。めっちゃ埋まってきたね。うん、1、2、3、4、5、6、7。今こんな感じです。3ホール終わって7個つきました。いけそう、調子いいね。いい感じ、まだまだ、ね、なんかランチ食レポとか、うん、できそうなのある、いっぱい。本日のウェア紹介とか、できそうなのいっぱいあるから、SNS とかね、ちょっとできるね。お手伝い回避、うん、お手伝い、何か分からない、何か分からないやつを、罰ゲーム回避回避目指そうね。よし、行きましょう、行きましょう。